はい、久しぶりにね、またゲームキューブ用液晶モニターについてね、まあコメントもありましたんで、ちょっとねやってみたい、昔からやってみようと思っていながら壊れちゃってやってなかったんですけど、そう、このね背面にある S 端子とか、まあ AV 入力端子ですね、こちらにもう一台のゲームキューブをね、まあ S 端子でもコンポジットでもいいんですけど入力させてみて、果たして今ねこちらに繋がっているゲームキューブの映像と何らかの違いがあるのかというね疑問があったと思うんですよ。だからまあ直接繋がっているこのねゲームキューブと外部入力のゲームキューブ、映像に違いがあるのかということをねちょっと確認してみたいと思いましてね、再び持ってきました。で現在はまあいわゆるゲームキューブがね内蔵されている液晶モニターという言い方が正しいか分かりませんけど、それと外部入力するためのね、ゲームキューブを2台、まあ持ってきたということになっています。まあこんな感じでね、S 端子ケーブル持ってきました。ゲームキューブ用のね、S 端子。まあ正確に言うとスーパーファミコン時代から使われている S 端子ケーブルとなりますけど、まあこのようにね、ちゃちゃっとつけていっちゃいましょう。S 端子ケーブルは特に気をつけて入力、本体につけないとね、ピンが折れてしまうというね。はい。なんてやってるうちに、接続が終わりました。まあこんな感じで2台ありますね。で、シルバーが外部 GC と。で、オレンジ GC が内部ですね。直接モニターにつながってる GC となります。でね、ボタン一つで切り替えられますんで、後で切り替えてみたいんですけど、今モニターに映ってるのは当然ね、オレンジのゲームキューブの映像になります。ではですね、この右側のシルバーの方をね、電源入れてみたいと思います。まずここをね、切り替えます。ポチッと切り替えると、AV って書いてありますんで、AV 入力になりますね。なので当然映ってません。ポチッと押すと、音は聞こえました。あ、出てきました。ちょっと映像の転送が遅いのかな。今ちょっとノイズが乗りましたけどね。ご覧のように、あ、またノイズがすごいな。なんだろうこれ。まあ映し出されてしまえば綺麗っちゃ綺麗ですね。まあおそらく、どうかな、ちょっと後で比較しますけど、直接繋がってるやつと S 端子で繋いだ映像ってそんなに見栄えというか変わりがなかったように思います。あれ？映らない、切り替えても。切り替えても映らなくなってしまった。おかしいぞ。左側のゲームキューブ、映像が映、あ、映ったけど、なんかすごい。なんかすごい。こんな世界が。いや、バグってんだと思うんだけど。なんか妙な縦線も入ってるし、あのキューブ状のね、メニューもなんか、スクロールしてっちゃってる。見たことない、こんな画面。なんかおかしい。なんだこれは。なんか干渉してんのかな。しかも、映らなくなってしまいました。この AV 入力だから、外部 S 端子のね、右側のシルバーのゲームキューブの映像が入ってません。いろいろね、ぐるぐる押してるんですが、映りませんね。左側のオレンジのゲームキューブはね、そのまま出力されてはいるんですけど、なんかこう映像がおかしい。気持ち悪い。怖い。なんだこれは。やばいな。ちょっとね、じゃあもう一回電源落としてやってみようかと思います。こっち。なんだろうね。で、とりあえずソフト入れてみました。今度ソフトね。エアライド。今は、ゲームキューブオレンジの方から映像が出ています。でもなんかね、縦縞が入ってますね。最初なかったんですよ。要するに単独で使ってる時はそんなことはなかったんだけど、妙な縦縞がね、入ってますね。なんでしょうか。非常に気になるな。目立ちますね。近づくとちょっとあんまり見、あ、ちょっと見えますよね、縦縞ね。なんかね、この S 端子怪しいんですよね。ちょっと抜いてみましょうか。抜きました。あ、やっぱりね、縦縞なくなりました。縦縞なくなりましたよ。今なんとなくモアレで変な線入ってますけど、これはね、肉眼で見てると映ってません。カメラ通すとね、ちょっとモアレ、
な感じになっちゃってますけどね。いや、ちょっとね、この S 端子ケーブルをつけてると内部出力時にね、映像が乱れてしまうというのがね、ありますね。いやー、これはちょっとショッキングでしょうか。ちょっとね、もう一度ね、再起動っていうのかな、やってみたいと思います。まあこれ再起動したからどうって感じじゃないと思うんですが、今はね、外部のゲームキューブの映像が映ってますね。こちらはね、非常に鮮明で綺麗ですね。まあ、相変わらずモアルは映ってますけど、これはね、肉眼で見ると映ってません。ちょっとね、カメラを下げるとご覧のように綺麗になると思うんですけど、現在は AV となってますんでね、右側のシルバーのゲームキューブ、外部のゲームキューブの映像になってますけど、まあ非常に鮮明に映ってると思います。これもう一回ね、左側のオレンジのゲームキューブにするとですね、なんかね、映像が重なってるんですよね、二つ。だから、シルバーのゲームキューブの映像が、カービィの映像がね、なんか混ざり込んでる気がします。あと、相変わらず、こう、謎のね、縦棒が来ますけど、やっぱカービィがね、二つ映ってるんですよね。だから、やっぱりこう、なんか信号が干渉しているのか、何なのか入ってきますね。逆はないですね。外部入力の方を映してると、特に映像がね、混ざってくるってことはないんですけど、これをね、内蔵ゲームキューブ側に切り替えると、なんか映像がね、このようにね、混ざるんですよ。これはちょっと驚きですね。なんでしょう。こういうことがあるんでしょうかね。まあ、信号をどうなんだろう。何らかの影響で入ってきちゃうのか。なんだろう。よくわかんないんだけど、いずれにしても、よろしくない現象ですよね。これは。ちょっとね、あんまり S 端子使ったことなかったんで、20年ぶりのショッキングといった感じがしますけどね。まさかこんなことになると。まあ、これが個体差なのか何なのかわかんないですね。ちょっとね。そう、個体差なのか何なのか。もしかしたらこの一台だけがそういう現象なのかもしれない。で、何回かいろんなパターン試して分かったのは、ちなみにね、S 端子ケーブルが刺さっていて、外部のゲームキューブを動作させていない場合は縦縞が入ると。で、外部のゲームキューブを何らかのゲームソフトをね、起動した場合は、ご覧のように映像がなんかミックスされるという現象になっていることがね、わかりました。だからいずれにしても、S 端子ケーブル刺さってる限り、映像をね、その S 端子を通さなくても、縦縞のノイズが出てしまうと。で、まして、まあ、同時にこう、映像をね、映し出すことってないと思うんだけど、仮に同時に映すと、外部の映像がね、内部側の映像にミックスされるという現象が起きています。いやー、こんなことがね、まさかこの20年後にね、発覚するとは思いませんでしたけどね。参りました。あ、ちなみにこちらのね、コンポジットに変えてもやってみました。S 端子の原因なのか、コンポジットでも同じような現象が起きるのかってやってみたんですけど、今ね、左側のゲームキューブ、綺麗に映ってますね。ノイズも入ってません。電源オンにしました。はい、AV 入力に切り替えました。あ、普通に綺麗に映りますね。すごく綺麗。めちゃくちゃ綺麗。あ、メモリーカードがない。メモカーはないんだけど。まあ、それはいいんですけどね。コンポジットではね、先ほどのこの現象は起きてませんね。S 端子だけの特有な現象なんでしょうかね。ご覧のように切り替えてみますけど、ちゃんと綺麗に映ってるのと同時に変な映像が重なったりとかもしてないですね。いや、やっぱり S 端子の何らかの影響があるっていうのが分かりましたけど、まあ、ちなみにね、S 端子で映してもコンポジットで映しても、まあ、多少の違いはありますけどね。元々のこの液晶が小さいことや、まあ、液晶の性能もめちゃくちゃ高いわけじゃないんで、そこまでのね、まあ、特にゲームなんかね、見てる限りは、
差がないような気がします。ただ厳密に文字とか の、 あの細かいところね、境界線とか見るとコンポジットよりは S 端子の方が、あのこうブロックノイズっていうのかな、ノイズが少ない気がします。ただ現実的にはこうね、ゲームなんか特に動いちゃってますんで、まあさーっといっちゃうからそんなにね、わかりません。まあそれなりの効果は出てますね。ちなみに前回もやりましたけど、このねファミコンのね AV 出力で見ても特にね変なノイズが入ったりはしてませんね。普通にゲームができて、切り替えれば、ゲームキューブの映像が映るということになりますんで、まあそう考えるとね、やっぱ S 端子なのかな、こんな感じですね。で、これちなみにね、まあ今回の一番の本題は内部接続と外部接続で、まあ映像の違いがあるかっていうのを見たかったんですけど、なんかトラブルが発生して、なんか全然違うことになっちゃいましたけど、まあ現実的にはね、こう内部接続も S 端子なんじゃないかなと思います。まああえてコンポジットにするメリットも全くないんでね。だからまあ直接こうモニターにゲームキューブのね、AV 出力端子を挿してますけど、まあおそらくね、S 端子だと思います。両方とも同じような映像のクオリティがね、映し出されてたんで、まあ多分おそらく S 端子の映像が、内部の場合もね、出てるのかなと思います。ちなみにこう、S 端子とコンポジットで接続した場合の差なんですけど、コンポジットの方が、やっぱりね、ちょっと色合いが繊細じゃないな、なんかくすんで見えるんですよね。緑が、なんとなく、深緑っぽくなってたりとか、全体的になんかこう、もやっとした感じになってました。これコンポジットなんですけど、まあちょっとね、グレーがかってると、緑がご覧のようにちょっとなんかこう、鮮やかじゃないような気がするんですけど、その辺の違いは見て取れたかな、気はします。あとね、コンポジットと、まあ S 端子の明確にわかるのはあの、テキストですね。こういったテキストなんか、これちなみに S 端子のテキスト。まあこれテキストなのか、グラフィックスなのかよくわかんないんだけど、境界線がね、きっちり映ってるのが S 端子。これちなみにね、コンポジット。だからちょっとね、アイテムとか書いてある、この境界線なんかが若干滲んでるような気がするんですよ。うん。あと若干くすんでるのもあるんですけどね。まあそういったところの違いがあるなっていうのがあります。まあちょっとね、全然違う問題が出ちゃって困ってしまったんですが、まあ今回判明したこととしてね、まあいくつかありました。この内部接続も、S 端子の模様と。まあ、くっきり映ってました。両方とも同じクオリティ。両方ともっていうのは S 端子でね、繋いだんですけど、あの外部をね。それと、元々のね、ゲームキューブにつけたモニターの映像も同じようなクオリティだったんで、同じなんじゃないかなと。まあ、自分のね、見た目で判断してしまいました。で、S 端子に挿したままだと、内部映像にノイズが出ると。いう個体差なのかまだわかんないんですけどね、そんなことが発覚しました。でコンポジット接続だと文字の境界線がにじむとか色合いがちょっとなんか薄くもっさりしてんじゃないかなっていうのがね、まあ今回ちょっとやってみて気がついた点となります。まあ20年ぶりぐらいにこのね S 端子に不具合があったというのがね、まあ不具合って個体差かもしれないんだけど、それがねようやくわかったっていうことがね今回嬉しかったというか、まあ20年前っていうのはね、ちょうどねウェブアーカイブで調べてみたら、かつての自分のホームページがね残ってましてね、ご覧のようなやつなんですけど大したこっちは書いてないんだけど、まあレビューしてただと思うんだけどね、まあ結構写真なんかも抜けちゃってて悲しいんですが、ここにね、この記事を書いた日付が残ってましたよ。一番右下ですね、記事2004年7月の28となってますんで、まさに20年ぶりにね分かったということになります。ではまた。